どうもプロのオタクことアクニャンです。どうも見習いオタクことジーヤです。少年忍者見てきました。イエーイ。気になったことかを語っていきたいと思います。はい。このチャンネルではチャンネル登録者10万人目指してますので、10万人いってなかったらぜひフォローの方よろしくお願いします。お願いします。それではエビバディゴー。忍者ここから先はネタバレも含みますので、はい、自己責任自己防衛で見ていただけると助かります。忍者織山奈緒さん。ねえ、奈緒さん。振り付けをしてる曲がいっぱいあるんですよ。でもさ、振り付けって難しいっていうの、うんうんうん、なんかそのフォーメーションも考えなきゃいけなくて、うん、ノートとかに書いといて、うん、それをまた伝えなきゃいけないみたいな、うん、結構難しいっていうか、うん、めんどくさいっていうか、うんうん、で結局その考えたフォーメーションをやったところで、うん、またステージ行ったらちょっとあのライトの関係で、うん、結構違っちゃったりね。あの当日までぐちゃぐちゃなのよ、うん、フォーメーションって。ドラマの撮影中も合間合間でやってたんだって、振り付けを。大変だ。織山くんの振り付けコーナーみたいなのが4曲ぐらいあって、やるんだけど。え、織山さんには嬉しいね。なんかその曲以外にも織山くんがこの曲振り付けしたんじゃないかみたいな話を、うん、あの友達がしてたの、うんうん、絶対あの曲織山の振り付けだよねみたいな。わかるんだ。だってあれは絶対織山しか作らんないみたいな、そこまでわかんないのさすがに、うん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 、で今回結構あの織山の、 あの強めのオタクと一緒に入ったんだ。あ、そうだね。はいはいはい、はい、一緒にもうガチめの強めのオタクと一緒に入ったから、はい、そういうのわかるんだと思って。すごいね、そこまでいったら本当に逆に楽しいよね。忍者すごいね。少年忍者って、まあ、これとかも見ればわかるけど、うん、なんとなく実は分かれてんのね、中で。今回はこれを解体する時間もあるの。へー。もうバラバラでミックスでやりますみたいな感じがあって、新しいね。そうで、それが結構おもろくて、うん、あ、次の曲誰と誰なんだろう、あ、次の曲誰と誰なんだろうってやって見ちゃってるから、織山くんの振り付けとかの前になんかメンバー構成を見たら、あ、結構ちょっと目泳いじゃん、うん、そうで、僕はでもとはいえ少年忍者の良さってそのなんか見逃しが多いことだと思ってて、うん、人数多いからね。そう、それがやっぱね、うん、幸せにつながるんだよ。なんか推しだけ見てればいいじゃん、うんうんうん、でも推しと同じ振り付けをみんなやってて、うんうん、いわゆるなんか20人を見逃してでも見てる推しに価値があるみたいな、このなんか見逃してる感じがね、またね、目が足りない感じがいいんだよね。忍者を見るときの面白さの一つってことね。そうそうそう。そう、おりちゃんも最初ソロでダンスやってた、あ、うん、おりちゃんのソロコーナーかなー、ダンスずっとやるのかなーと思ったら、うんうん、やっぱ後から2人出てきて、青春アミーゴやったもん。せあ、わしあれ好き。俺たちは、知ってんの？知ってる。だって時代だよ、悪いけど。うちらの時代だよ、青春アミーゴは。ほんと、多分わしその時もう青春じゃなかった。結構。絶対ジュエルの世代じゃないよ、それは。でも見てたの。のぶたパー、注入ってやつ。うちらの世代だから、取らないで。全部の世代行こうとしないで。すいません。ダンス中ってさ、さっきも言ったようにフォーメーション移動があるわけじゃん、うん、でフォーメーション移動するときって少年忍者はどうかわかんないけど、基本的にはもうどこを通るかっていうのがマストで決まってる。あー、ぶつかっちゃうもんね。そう、で、うん、振り付けの段階で、うん、まあ A っていうフォーメーションがあって、じゃあ B っていうフォーメーションに移動してくださいっていうときに、とりあえずまず一旦移動してみるのね、うん、で、一番大外前の子がいるよね、この子を優先的に移動させようとか、うん、一番近い子は最後まで待ってで移動しようとか、うんうん、誰々は誰々の前を通る、誰々は誰々の後ろを通るまで決まってるので、フォーメーションが全部演出なのか、うん、分かんないけど、一瞬こう織山くんがねぐるっと回って一番前に行くシーンがあるんだけど、ね、うん、ここの二人が狭すぎて織ちゃんが若干通れない感じだったので、そこはなんか織ちゃんがかき分けてブワッて行くところがあんの、一箇所だけ、そこがめっちゃかっこいいの。すごい、見てる方がちょっとハラハラ、え、そこ通れないよみたいな感じになるよね。そうそうそう、大丈夫そうと思ったら織ちゃんが前に来て、かっこいい。で、なんか最後、オリちゃんが教祖様みたいになって、メンバーがみんな、はぁーみたいな、お客さんに背を向けて、オリちゃんに向かって、なんか、神々しい感じで。そう。織山くんを神とする、なんか、オリ神みたいな感じになってて。信者たち。そう、なんか、オリジン弁当。オリジン弁当、笑った。オリジン弁当みたいになってた。弁当つけるな。忍者。で、今回、まあ、一番僕的にいいなと思ったのは、うん、モンスターですね。あ、嵐の？あ、知ってる？知ってる、知ってる。わし好きなの、見てたもん。あれ好きだった。どういうんだったっけ？わーおーわー、あ、それ違う、それピンクレディの方だ。なんだっけ。てー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 モンスター。これをね、オリちゃんがやったんですよ。かっこいい、わしの曲好き。サビのさ、このどんどんさ、メロディーがさ、上にこう、浮き上がっていく感じがさ、めっちゃさ、高揚感があって超好きで。ちなみに松潤好きだ。なんかすっごい救急車通ってたんだけど。忍者。僕やっぱね、ちょっと二押しの方がですね、檜山康成くんなので。ああ、言ってたよねー。そう、檜山さ、いいとこの子だよね。いいとこの子。ヤンキーっぽい感じの演出の曲があったんだけど、うんうん、やっぱり檜山くんはね、良さが出ちゃってるね。育ちの良さが。育ちの良さが、ね、出ちゃってて。出ちゃうのねー。そう、透けて見える人の良さみたいなのがすごい好きで、うんうん、侍のね、本高くんもそうで、うん、なんかベロとか出すんだけど、うん、やっぱね、
なんつうの、人の良さが出てんだよ。わかる、なんか下品じゃない感じでしょ。そう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 、わかるわかる分かる。それが俺めっちゃ好きで、檜山くんドラムやるんだけど、おお、上品なんだよね。もうちょっと一瞬グランドピアノ弾いてんのかなみたいな感じのやつなんだよ。檜山くんがさ、あの布を、おお、布ヘチ、あのここにさらってストール、ストール的な、そう、あれがずっとヒラヒラしててね、めっちゃよく燃えた感じね。じゃあ、うん、よかったね。私ね、布も好きなんだけどフードも好きで、おりちゃんがフードをかぶってて、あ、パッパ的なやつ、そう、うん、こうやってやった時にかぶっちゃうわけよ、フードが。で、オタク的にはだよ、そのままフードをかぶって踊ってもらってもいいよ、うん、それはそれで可愛いから、うん、でもなんかフードをかぶってるのはアクシデントと捉える風潮もあるから、あ、やっぱ曲中でパッと取るのよ、みんなフードを、うん、でもおりちゃんはすごくて、こうなってさ、かぶっちゃうじゃん、でも起き上がるときにめっちゃガーンってやってフードを外すのよ。ほうほうほう、そういうのも見れる。へっていう、なんか結局なんかおりちゃんの話になっちゃうしょうがないよね、推しだもんね。なんかね、檜山くんってなんか鼻と唇の位置がめっちゃ近いの、すごい、なんか犬のキャラクターって感じがして、私的にめっちゃ濃いんだよね。そので、涙袋がちゃんとあって、口角が上がってんのよ、うんうん、で、私結構ここ2年ぐらいかな、その口角が上がってるかどうかが美の基準とする、言うよね、言う言う。口角が下がってる人ってめっちゃ気にすんの、星の口角を。うーん、で、上がってるかどうかとか、うんうん、左右の対称性がどれだけあるかとか気にするわけよ。それを聞いちゃったら、もう自分の中にそれをインストールしちゃうと、うん、めっちゃ気になるようになっちゃって。あー、わかる。で、檜山くんは口角がめっちゃ上がってんだ。お母さん絶対綺麗だと思う。わかんない。お母さん絶対、お母さんにだって、うん、お母さん存じ上げないんですけど。ね、勝手に言ってきてど、にゃんち、山井翼くんって子がいて。どの子？まあ、同じような顔ばっかすぎるよね。本当にね。めっちゃ良かったよ。マジで一回見てほしい。何良かった？今回基本的にあんまファン差がないのよ。あー、なんか言ってたね。でも最後の曲は結構もう、客席も明るくなって、もう終わりみたいな雰囲気になってきた時に、やっぱみんなこう、こういう感じなわけよ、うん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 、みたいな。でも山井くんも、はぁみたいな感じで、絶対自分のファンは全員ファンするみたいな姿勢が良くて、で、あと少年忍者の中でバトンを使うシーンがあるの、うんうん、こういうやつ、はいはい、あれがね、1.25 倍速ぐらい速いの、一人だけ、うんうん、なんかもう、一体化してるの、体とバトンが、すごいね。で、危なっかしくなくて、うんうん、で、あと上に投げてキャッチするみたいなのがあるんだけど、うん、なんか速度ってさ、普通こんぐらいでスン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 ぐらいじゃん、山井くんやばい、パッて撮んのよ。すごい、すごいと思って。すごい練習したんだろうね。そう、にんち、落とした後にいかにフォローするかみたいな感じになってて、はい、真ん中の子が落としてあっちにジャッとするじゃん、うん、そしたらこの端の子がバトンを渡してあげる、うん、で、端の子が取りに行ってあげるの、うん、そういうとっさの判断とかをしなきゃいけなくて、とか、あともうバトン落としちゃったら、うん、あのステージから落としてスタッフさんに拾ってもらうとか、うん、結構なんかすごいのよ、バトンって。やってるさ、子たちはさ、なんか必死だけどさ、そのハプニングも、うん、オタクたちはね、オタクのみんなはちょっと楽しめるよね。だってなんか TikTok とかでなんか、うん、そのブレスレットが落ちちゃったとか、うん、スカーフが落ちちゃったやつとか の、うん、その対処法みたいな動画めっちゃ回ってくる。みんな好きなんで、オタクって毎回落とし方違うからね、その対処方法も毎回違うからね、それはそれで面白いよね、絶対ね。で、あんだけすぐ対応できるってことは、多分練習段階でめちゃくちゃ落としてるんだろうなと思う。対処法のバージョンもいっぱい持ってるから、うん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 、パターンがね、大丈夫かなって見てたんだけど、山井くんマジで上手くて、バトンが落とさない。そう、すごい。だってスピードとかエグいよ、このなんか、これ取れねえよ普通と思うの、見てて。サルティンバンコ誰知らないで、ニャンチップ、サルティンバンコって知らない？知らない。サルティンバンコみんな知らない世代？知らない。最近だよ。最近じゃないかな。誰とかじゃない、サーカスの集団。うちらボディショイサーカスなんだけど。ボディショイサーカスじゃない、サーカスじゃない、ボディショイサーカス。ジャニーズ全体の中で誰と付き合いたいかって言われたら檜山くんのもん。そうなの、ミニじゃないの。それはなんか押しすぎて嫌だ。で、なんか檜山くんと、ちょ、妄想していい？いや、妄想していい。違う、はい、妄想タイム入りまーす。あの、コメント考えてたんだけど、檜山くんがなんか、いや、俺今後どうしよっかなみたいな感じで言ってくるの、わしに対して。あ、今妄想で、妄想してる。そうそう。で、その、わしは檜山くんと付き合ってる時点で、実はその、なんかジャニオだってバレないようにしてるわけ。つか、わしなんか、そもそもジャニオだと付き合うの嫌だから、妄想するときも、絶対、ジャニオタじゃない人いつも妄想するんですよ。だから檜山くんの恋人も別にジャニオタじゃなくて、だからどうしようって感じだけど、だから分かんないわけ、ジャニオタじゃないから。だから知ってんだけど、本当は本当は知ってるよな、うん、分かんないけど、でもなんか自分は檜山くんが一番かっこいいと思うな、うん、だし檜山くんも別にファンたくさんいるでしょみたいな、だから自分は続けてほしいなって言うんだけど、あのジャニオタじゃないから具体的にどこがいいかは言えない。あ、言えないよね。そうで、檜山くんもそれを分かってて、なんかそのいいとか言ってくるけど、で具体的にどこがいいのか言えねえだろみたいな、うんうん、そこのなんか歯がゆさも檜
檜山くん感じてんの。でもこっちもこっちで言えないから、なんか自分は檜山くんが一番好きだよって言って、なんかちょっとあの、すごい結構広めな部屋なんだけど、二人でなんかソファーの前でシーンとしちゃうっていう妄想してたの。ね、すごい妄想じゃないこの人。ね、すごくね。よだれ出てきちゃった。必ずしも幸せな妄想じゃない。幸せな妄想ではないよね。妄想したい、それやりたい。妄想するならもっとハッピーなやつやってよ。ニャンチップ。え、ジーヤ誰と付き合いたい？え、全、ジャニーズ？ジャニーズ全部。絶対退職でしょ、それはもう。え、もうタッキーも含めてだよ。錦戸くんももう全部。どうしよう、タッキーかも。滝沢副社長、お待ちしておりまーす。よろしくお願いします。ずっと昔から好きです。やばい。今、汗かいてきちゃった。熱い、熱い。ニャンチップ。あのもう TikTok 上ではすごい言われてるので、うん、もう自ら言及しますけど、僕がですね、うん、あの安嶋くんっていう子に似てるって思うんですよ。結構コメントでね、安嶋くんってすごい、すごい来たの。その誰かに似てるかどうかの判断は、うん、自分とか他者よりも、うん、その人の推しが言うかどうかで決めてるの。あーなるほど。基本的にやっぱその人の推しは、うん、似てません、謝ってくださいみたいな感じなの。安嶋くんに関しては安嶋タンの人にも言われるの。なんか似てますとか、なんで似てるって言われてるかは分かるみたいな、理解できますみたいなのが結構来てて、で今回ジーヤもね、ジーヤ、うん、え、にゃんちゃんに似てる人ってこの人って指さしてきて、それがやっぱ安嶋くんだったんだよ。安嶋くんだよね。だから、あ、うん、似てるんだなと思って、私あんま自覚ないんだけど、うん、でも今回の公演見てはちょっと似てるかもしれない、うん、自分で思っちゃった。自分で、それこそ言いたいことは分かると思った。にゃんちぃ、あの多分ジュニアの中でもズバ抜けたアクロバットができるの。で曲の一番盛り上がるところとか、うん、サビとか、うん、じゃなくて常にずっと回ってんのよ、最初から最後まで。いやそれがすごいと思って、ふやーふやーということで、アクニャン折山見れてよかったねと思った方、高評価。アクニャンとアジ似てるよと思った方も高評価。それでは皆さんも明日お幸せに。ジーヤは誰に似てるんだろう。ユージンくんかな、この子。あ、イケメンじゃん、かっこいいじゃん。ちょっとコメントで募集しておきます。ジーヤに似てる少年忍者募集しておきます。鈴木悠仁です。殺されるわ。